2010年 ICU、世界チアリーディング選手権大会でのコスタリカチーム、日本でのチアリーディング、チアダンスの競技連盟相関図 IOC、国際オリンピック委員会 ICU、国際チア連合、WDS 会、世界ダンススポーツ連盟 IFC、応援、応援式をするチームのチアリーダーたちが行う、アクション、応援形態であるチアリーディングから生まれた。近年は、コンクールも、 盛んに行われている。各種大会における競技では、アクロバティックに組体操をする競技が含まれるものを、チアリーディングと呼び、チアダンスや、ソングリーディングと区別される。各国各団体では、ダンススポーツとしてのくくり、チアダンスを含めたチアとしてのくくり、チアリーディングとしての競技のくくりなどで、協会やチームが運営されている。いくつかの国際競技連盟が存在する。 最大勢力は国際オリンピック委員会承認国際競技連盟である国際チア連合。日本での最大勢力日本チアリーディング協会の国際競技連盟国際チアリーディング連盟。他にアメリカに本部を置くチアリーディング団体ユナイテッドスピリットアソシエーションがある。IFC は国際オリンピック委員会承認国際競技連盟である世界。 ダンススポーツ連盟に加盟しており、チアリーディング競技がオリンピック組織に複数加盟する状態になっていた。2015年4月に ICU と WDSF が加盟するスポーツアコードの理事会は、チアリーディングの国際競技連盟は ICU 都市 WDSF 系列の IFC ではないと決定。IFC は WDSF から2019年1月に大会した。 日本では学校のクラブ活動、地域や営利団体のクラブチームで盛んに行われており、複数の協会で地域別の大会や全国大会が開催されている。大会を開催する国内競技連盟は日本での最大勢力である公益社団法人日本チアリーディング協会、一般社団法人チアダンスエデュケーション、世界での最大勢力 ICU の系列である。 一般社団法人日本スポーツチアダンス連盟があり、それぞれ独自の大会ルールを規定しており、各種の国際大会への参加も、それぞれ独自に行っている。詳細は、日本チアリーディング協会を参照1987年設立。国際チアリーディング連盟に加盟。日本オリンピック委員会に準加盟。日本スポーツ協会に加盟。 ジャパンカップ日本選手権や JOC、ジュニアオリンピックカップ大会などを開催している。1988年設立。ユナイテッド・スピリット・アソシエーションの日本支部、ユナイテッド・スピリット・アソシエーション・ジャパンという団体名で、チアリーディング、ソングリーディング、ダンス、ヒップホップなどを推進。2018年11月、一般社団法人チアダンス・エデュケーションを設立。 USA Japan はこの団体の下で活動を続ける。この団体の大会は国内のチアリーディングダンス等の部門があり、地方予選を行い予選通過をしたチームが日本大会に駒を進める。この大会で基準点を超えたチームはアメリカのディズニーワールドで開催される世界選手権大会に推薦される。詳細は日本スポーツチアダンス連盟を参照2010年。 一般社団法人日本チアダンス協会と USA ジャパンの協力のもと設立。国際チア連合の日本の国内競技連盟。2019年5月まで日本チアダンス協会と本部を同居していた。通称チアジャパン。人が人の上に乗ったり空中に飛んだりする組体操のようなアクロバティックな技。一人、または複数のベースが競技フロアより高い位置にトップを支える。 競技フロアから始まり、競技フロアで終了する体操技でバク宙などのアクロバット技。位置直線に並んで肩を組み、足を伸ばして上下に振る。チアリーディングの大会では禁止されている。高江戸は男女混合のチアリーディングチームアクロバティックな技による事故も発生しており、危険防止の観点での適切な指導と監督が必要とされる。チアリーディングにおける危険性、 デンチャース・オブ・チア・リーディングテレビドラマ小説漫画ミュージカルライト・ノベル・ゲームありがとうございます